やっぱりあんただったっすか。見覚えのある姿を見て追いかけてきたっすよ。見たところ一人みたいっすね。今日もハロウィンパークにはたくさんの人がいるっすから、いつもみたいにぼーっとしてると迷子になっちゃうっすよ。どうしたっすか。ああ、この服っすか。そうっす、今日もハロウィン衣装っすよ。動きやすいし着心地もすごくいいっすからね。さすがの出来栄えっすよ。色も白でヒーローっぽい感じするっすよね。とも姉ちゃんとお揃いみたいじゃないっすか。きっと暗い中でもバッチリ見えるっすよ。闇を切り裂く白き牙って感じっす。闇にうごめく悪者たちを闇の中から成敗してゆく。いいっすね、ヒーローみたいでかっこいいっす。え、ヒーローっぽく見えないっすか。ヒーローにもいろいろあるっすよ。例えばダークヒーローとか。もちろんダークって言っても悪いやつって意味じゃないっすよ。なんというか影があるっていうか、最初はなんだか悪そうに見えるけど実は信念を持ってるっすよ。それでいろいろあって共闘したり最終的に相棒になるケース。このかっこよさあんたにもわかるっすかね。そうっす、そういうギャップっすよ。ジュンさんは見た目が黒ずくめで最初ちょっと怖かったっすけど、超熱い正義の人って今は知ってるっすからね。自分もかっこよく決めたいっす。そうっすね、この服ならさしずめワイルドじゃなくてクラッシュとかでもないっすね。バズーカもうなんか違う気がするっす。白いからホワイト。ホワイトタイガースか。いいっすね、かっこいいっす。ホワイトタイガー参上っす。なんかしっくりこないっすね。いや、名前はバッチリなんすけどポーズが決まらないっていうか、わかるなら教えてほしいっす。なんか物足りない。確かにそうっすね。わかったっす、剣がないからっすよ。それが原因っす。武器が違うならいつもとポーズを変えた方がいいってことっす。でも爪ってどうすればかっこいいっすかね。虎に。あ、わかったっす、野生のパワーを取り入れるっすね。なんか修行っぽくなってきたっす。もっとこう爪を広げた感じっすかね。ふむふむ、なんだか分かってきたっすよ。伊達にいつもかっこいいポーズの研究は怠ってないっすよ。でも気づけたのはあんたのおかげっすね。よーし、じゃあ野生っぽいポーズで行ってみるっすよ。見ててほしいっす。腕はこうやってんで、足はこうで、ホワイトタイガー参上っす。って今のどうす、ワイルドの感じ出てたすか、出てたすか。え、もうちょっと躍動感を出すすか。なんか難しい言葉知ってるっすね。勢いのあるポーズのことすか。それならわかるっす。いくっすよ。とっ、なかなか難しいっすね。自分が宙に浮けたらいいっすけど。え、あんたが抱えてくれるっすか。確かにそうしたら空中のポーズも練習できるっすね。なんだか合体技みたいでかっこいいっす。早速頼ますよ。
そうやって腰を支えてもらう方がポーズは取りやすいっすけど。大丈夫っす。びっくりしただけっす。ただこの衣装おへそ出てるっすから、いきなり触るのはなしっすよ。いいっすね。ちょっとくすぐったいっすけど我慢っす。行くっすよ。たっす。もっと掛け声は元気よくっすか。わかったっす。たってやっす。今のなんかいい感じだったっす。こうやってひねりながらとコツをつかんできたっすよ。かなりヒーローっぽい感じになってきたっす。ホワイトタイガーっす。決まった。どうだったっすか。今のは決まってたっすよね。なんだか特訓みたいで楽しかったっすよ。あんたのおかげっす。あんたならいいサイドキックになれるっすよ。え、サイドキック知らないっすか。ヒーローのサポートをする相棒のことっすよ。頼れる縁の下の力持ちっす。これだけ長い時間練習すればもうバッチリっす。あれ、長い時間。うわあ、大変っす。自分この後ナイトメアの任務があったっすけど、もう時間ギリギリっすよ。着替えに戻る時間はないし、どうしたらいいっすか。でもナイトメアの任務にこの仮装で行っても大丈夫っすかね。でもう時間がないっす。任務に遅れるより服装で怒られる方がマシっす。このまま行くっすよ。あんたも来るっすか。まあ極秘任務じゃないからいいっすけど。じゃあ急ぐっす。ホワイトタイガー出動。今日の私は森番じゃなくて家番だよ。この新しい格好似合ってるっすか。ありがとうっす。この見た目に負けないよ。正義の道を突き進むっすよ。正義のヒーローのハロウィンはやっぱりトリックオアジャスティスっすよ。一緒にいいことをしてお菓子をもらうっす。新しい姿での戦い方にも慣れてきたっすよ。あと必要なのは、そう、新しい決めポーズっす。あんたの意見も参考にしたいっすから、考えるのを手伝ってほしいっす。いいっすかね。自分とあんたの共同作業っすね。よーし、盛り上がってきたっす。
っこいいポーズ考えるっすよ。祭り団員ただいま到着しました。これより任務を開始するっす。定時ちょうどだな。ご苦労。何も言われないっすね。この格好で問題ないってことっすかね。構わんよ。むしろその方が任務にも向いているだろう。まだ何かあるのか。この人も勢いでついてきちゃったっすけど、自分一人だけだとちょっと不安なんで、助手として任務に当たっても問題ないでしょうか、す。手当は出ないが、それでいいなら構わんぞ。人手は大いに越したことはないからな。では、よろしく頼んだ。というわけで、自分の任務はズバリ、ハロウィンに来てる子供たちに注意して回ることっす。ハロウィンは子供たちだけで遊びに来ている場合があるっすからね。迷子にならないようにとか、遅くならないようにとか、いろいろ注意することが多いっす。もしかして簡単な仕事とか思ったっすか？ジュンさんが自分にしかできないって言ってくれた大事な仕事っす。張り切っていくっすよ。とも姉ちゃんもしっかりやるんだよって送り出してくれたっすけど、自分一人だとちょっと不安だったっすよ。でもあんたが手伝ってくれて百人力っすよ。まずはあの子たちに声かけるっす。おーい、そこの人、ちょっと話を聞いてほしいっす。俺たちのこと？何？どうしたの？そうっす。大人の人は一緒じゃないっすか？大人なんて一緒じゃないよ。今日はハロウィンだから子供だけで遊ぶんだ。私たちだけで来たんだもんね。すごいでしょ。自分たちはナイトメアの任務で子供たちに注意して回ってるっす。今日は暗くなる前にお家に帰るっすよ。あと迷子にならないように。そっちだって子供じゃんか。それにハロウィンの仮装してるし。どうしたら信じてもらえるっすかね。そうっす。周りに合わせた変装っすよ。そういうのなんかで見たことあるかも。スパイだ、スパイ。分かってもらえたっすか。だから今日はこうして。それじゃあ俺はカボチャの悪魔だぞ。いや、そういうごっこ遊びじゃなくて。じゃあ私は魔法使いね。違うっすよ。自分たちは本当にナイトメアの任務で。そろそろパレードが始まるってさ、行こうぜ。急がなくちゃ、いい場所取られちゃうよ。じゃあね。結局信じてもらえなかったっすよ。今からでも追いかけてちゃんと注意するっすよ。なんだい、気合の入った仮装だね。よし、これをあげよう。なんすかこれ。何って、お菓子だよ。お嬢ちゃんたちもハロウィンを楽しんでるんだろ。うちの通りはなんでか子供たちが来なくてな、お菓子が余ってるんだよね。自分たちは違うっすよ。お菓子をもらうわけにはいかないっす。
ああそうか、ごめんごめん、あれ言わないとあげちゃいけないんだったっけか。あれって何っす？あんたはわかるっすか？おお、それそれ、よし、遠慮なく持っていきな。じゃあこれも持っていきなされ。あらあら、かわいい猫さんね、よければ持って行ってちょうだい。いや、猫じゃなくてトラッス、じゃなくて、こんなにいいんすか？今は任務中っすよ。注意する子供たちの気持ちにならなきゃダメすか。なるほどっす。それで自分がこの任務に抜擢されたっすね。だからって任務中にお菓子をもらうのはあんまり良くないんじゃ。あら、かわいいわね。こっちにもいらっしゃいな。かわいいって自分っすか？恥ずかしいのかい？そういう子も結構いるのよね。いいわよ、言えるまで待ってあげるから。う、確かにそうっすね。と、トリックオアトリート。はい、よく言えました。これ持って行ってね。ありがとうっす。なんだか随分ともらっちゃったっす。ってこんなことしてちゃダメっす。任務を果たさないと。あ、いたっす、さっきの子たちっす。おーい、ちょっと待つっすよ。なんだよ。ああ、さっきの。うわ、お菓子そんなにもらってるのかよ、すっげえ。いいな、どこでもらったの？私たちにも教えてよ。いいっすけど、代わりに自分の話も聞いてほしいっす。子供たちだけで大人の人の目の届かないところに行かないこと、いいっすか？うん、わかった。そりゃ大人がいないとお菓子もらえないしな。頼んだっすよ。それよりどこでお菓子もらったのか教えてよ。私たちもお菓子欲しい。あっちの通りっすけど。あ、行っちゃったっす。今みたいな感じでよかったっすかね。この調子でもっと任務をこなしていくっすよ。そこにいたか。は、はい、すみませんっす。このお菓子は、子供たちの気持ちになるために。西地区に魔物が侵入したとの報告があった。市民の避難誘導を行っているので手伝ってくれ。魔物っすか、大変じゃないっすか。じゃあすぐにみんなに知らせて。これだけ人が集まっている場所でパニックになるのは危険だ。できるだけ穏便に避難指示を出すように。君は大丈夫だと思うが、小さな子供だと怯えて動けなくなることもある。できれば気づかせないように誘導してほしい。子供は気づかせないようにですか？やってみるっす。魔物に遭遇しても単独で対処しようとしないように。必ず逃げて応援を待つんだ。いいな？了解っす。とりあえずさっきの人たちになんて言えば穏便になるっすかね。って考えてる場合じゃないっす。とにかく話に行くっすよ。魔物？そういういたずらを言う子は毎年いるね。ほら、またお菓子が欲しいのかしら。でもそういうのはハロウィンの日だけにしておくのよ。おお、ハロウィンのいたずらだと思われてるっすよ。どう
したら分かってもらえるっすかね。地道な努力が実を結ぶっすね。特訓と同じっす。あれ、そういえばこっちに男の子と女の子は来なかったっすか。ああ来てたよ。穴場だって喜んでたね。あんたらが教えてくれたのかい。あの子たちはどこっすか。もっと穴場を探すって言って西地区の方に行ったよ。あっちは人気がないから行っても無駄だって言ったんだけどね。西地区って大変っす。連れ戻しに行くっすよ。お、どうしたんだい。さっきから言ってる通りっす。魔物が西地区に侵入してるっすよ。おじさんたちも慌てずに家の中に避難しててほしいっす。え、本当なのかい。いいっすね、頼んだっすよ。やっぱり最強のヒーローになるためにはお菓子をもらいに行くのは我慢して特訓すかね。ちょっとなら大丈夫？なら一緒に行くっす。人通りが少ないっすね。みんなちゃんと避難してくれてるっす。あの子たち本当にこっちに来ちゃってるっすかね。他のところに行ってくれてるといいっすけど。ちょっと呼びかけてみるっす。何するっすか。あれは魔物っす。本当にいたっすね。まだこっちには気づいてないみたいっす。単独では戦うなって言われてるし、近くに子供たちがいたら状況は悪化しちゃうっすね。ここはやり過ごして。は？いたっす。あの子たちも見つけたっす。魔物もあの子たちもお互いに気づいていないっす。この場合どうすればいいっすか。あ、そうっす。先に魔物をおびき出すっす。戦うなって言われてるけど緊急事態っすから。でもあの子たちまで気づいてこっちに来たら危ないっす。じゃああの子たちに声をかけて。うわあ、そうなると魔物にも気づかれちゃうっすよ。それに魔物がいるって分かると小さい子たちは怯えちゃうって言ってたっすね。ああ、どうすればいいっすか。考えてる間に魔物があの子たちに気づいちゃうっすよ。作戦っすか。でもどうすれば。あ、思いついたっす。敵を欺くにはまず味方から絡めてで行くってのはどうすか。あんたにはヒーローショーが始まるって言ってあの子たちをこの場から引き離すように路地に誘導してもらって、魔物は自分が引きつけるっすよ。名付けてヒーローショー作戦っす。で、できるっすかね。ちょっと心配になってきたっすけど。
あんたがそう言ってくれるなら100人力っす。じゃあ行くっすよ。ホワイトタイガー参上。え、なになに、なんか聞こえたね。ヒーローショー、ハロウィンを邪魔する魔物ども、さあ来い。ホワイトタイガーが相手だ。こっちに気づいたっす。わあ、そこだ。なんかやってるよ。どこどこ。あ、本当だ。あっちで誰か呼んでる。行ってみようぜ。そうだね。子供たちも言ったっすね。魔物は。よし、子供たちには気づいてないっすね。あんまり近くに来ると危ないっすからね。作戦通りに誘導頼むっすよ。覗くの？あ、始まったみたいだぞ。ふう、なんとか作戦通りっすね。魔物はこのまま団員のいるところまで連れていくっす。どうした魔物、このホワイトタイガーが怖いのか。かかってくるがいい。本当に来ちゃったっす。呼んだのは自分っすけど。また動くのかよ。待ってよ、なんだか遠くなってない？誘導できてるみたいっすね。このままなんとか連れていくっす。覚悟はしてたっすけど、近くだと結構怖いっす。でもあの子たちを怖がらせるわけにはいかないっす。やってやるっすよ。来るがいい魔物よ。貴様にふさわしい場所へ連れて行ってくれる。ちょっとは攻撃した方がいいっすかね。でも戦闘はするなって言われてるし。湧き上がってくるっす。これなら避けられるっすよ。うわ、すっげえ。なんか急に動きが速くなったぞ。もしかして今の応援のせい？じゃあ私たちも応援したらもっと強くなるの？そういうの聞いたことある。よし、応援しようぜ。なんて言えばいいんだっけ。ホワイトタイガー、頑張れホワイトタイガー。今ならいけるっす。闇を切り裂く白き虎、ホワイトタイガー押して参る。あの人とみんなの応援で勇気100万倍っす。このまま団員たちのいるところに連れて行くっすよ。わあ、あれ何？ホワイトタイガー、後ろ後ろ！なんか黒い影がすごいスピードで近づいてきて。
一撃で魔物を倒しちゃった。大丈夫かい、まつりちゃん。ジュンさん、びっくりしたっすよ。あれ、これどうなっちゃったの？あの黒い鎧ってホワイトタイガーの敵じゃないの？おっと、邪魔してしまったようだね。まつりちゃん、最後までやり通してごらん。はいっす。みんなの応援のおかげで危険な魔物は我々が倒したぞ。あとは心置きなくハロウィンを楽しむがいい。なんだ、もう終わりか。よし、お菓子もらいに行こうぜ。本物みたいですごかったね。楽しかった。はあ、なんとかなったっす。穏便に対処しろと通達したはずだったけど。ごめんなさいっす。こんな大ごとになっちゃって。何を謝っているんだい？とっさにヒーローショーに見せかけてあの子たちと魔物を誘導していたんだろ。大したものじゃないか。ジュンさん、よくやってくれたよ、まつりちゃん。それに少年も。君たちのおかげでみんなのハロウィンとハロウィンパークは守られたんだ。もっと胸を張っていい。やったっすね。ハロウィンの間は街が騒がしいっすからね。いつも以上にパトロールが大切っす。あんたも一緒に来てくれるっすか？嬉しいっす。あんたもいたずらがしたいっすか？他の人に迷惑かけちゃいけないっす。そうっすね。自分にだったらいたずらしてもいいっすよ。ハロウィンのお化け屋敷や怖い仮装を見て、自分も随分と精神が鍛えられたはずっすよ。あれ？よく考えたら、あんたといつも一緒だったから、一人だとまだちょっと怖いかもしれないっす。そうっす。あんたがいつも一緒にいてくれたら、そんな心配しなくても大丈夫っすね。これからもよろしく頼むっすよ、相棒。へへへ、ジュンさんにも褒められたっすよ。もちろんっすよ。
ランドソルの平和だけじゃなくて、ハロウィンパークの平和も守っちゃったっす。はぁ、あ、一時はどうなることかと思ったっすけど。あれ、これってあんたの体光ってないっすか？なんだかどんどん眩しくなってきて。うわぁ！兄貴、見つけたっす。兄貴のこと探してたっすよ。今度椿ヶ丘でハロウィン仮装大会があるのは知ってるっすか？それに自分も出ることになってるっすよ。この日のためにお小遣いを貯めてトラタイガーの変身セットを注文したっすよ。絶対かっこいいんで、兄貴にもぜひ見に来てほしいっす。来てくれるっすか？やったー！ポーズもバッチリ練習しておくっすからね。楽しみにしててほしいっす。アリキー！ヒヒー！バッチリ準備したっす。お父さんとお母さんは別の衣装を用意してくれてたっすけど、そっちは子供っぽすぎて自分には似合わないっす。自分にはこの日のために準備したトラタイガーがあるっすからね。ポーズの練習もバッチリっすよ。これで優勝は間違いなし。あれ？泣いてる子がいるっすね。迷子かもしれないっす。話を聞くっすよ。ヒーローはこういうのを見逃しちゃダメっすからね。どうしたっすか？ハロウィンのね、仮装大会の衣装破れちゃって。それは大変っすね。何の衣装だったっすか？デラックストラタイガーの変身セット。デラックス、自分の衣装と同じっすね。おじいちゃんに買ってもらったやつ。今日はおじいちゃん田舎からわざわざ見に来てくれてるのに。それは困ったっすね。こういう時、ヒーローがやるべきことは一つっすよね。これを代わりに来てほしいっす。え？いいの？デラックストラタイガー変身セットっす。きっと似合うっすよ。でも、お姉ちゃんは仮装大会どうするの？自分は家族も見に来ないし、大丈夫っすよ。それより、おじいちゃんに見てもらう方が大事っす。でも、何かお礼しないと。だったら、もし困ってる人がいたら助けてあげてほしいっす。それが自分へのお礼だと思ってくれればいいっすよ。うん、じゃあ行ってくる。頑張ってくるっすよ。兄貴、ごめんっす。わざわざ来てくれたのに。そんなことないっすよ。でも、あの子をほったらかしにしたらヒーロー失格っす。そんなんじゃトラタイガーの格好はできないっすよ。それに自分一人だったらあげるなんて言えなかったかもしれないっす。きっと兄貴と一緒にいたからっすね。仮装大会は諦めてもう帰るっす。え？お父さんとお母さんの用意してくれた方の衣装すか？確かに持ってきてはいるっすけど。子供っぽいから恥ずかしいっす。でも兄貴がどうしてもって言うなら着るっすよ。こんなの可愛すぎて自分には似合わないっすよね。もこもこの
トラさんの着ぐるみなんて。え？似合ってるっすか？そう言われるとちょっと嬉しいっすけど。あら、かわいいわね。猫さんかしら？トラさんっすけど。うん、やっぱり恥ずかしいっすよ。ハロウィン楽しんでいってね。ほら、そこのお兄さんも。楽しむってどうすればいいすか？トリックオアトリートっす。はい、よくできました。お菓子どうぞ。ほら、仲良しのお兄さんも。ありがとうっす。なんだか楽しくなってきたっす。こうして兄貴と一緒だからっすかね。はい、椿ヶ丘商店街ハロウィン実行委員です。ハロウィンの参加者さんたちの写真撮ってるんですけど、君たちも撮らせてもらってもいいかな？え、写真はちょっと、この格好だと恥ずかしいっすよ。それに、なんで自分の写真を撮りたいっすか？他に目立つ人はいっぱいいるっすよ。それはね、君たちがこの中で一番いい笑顔をしてたからよ。心からハロウィンを楽しんでいる、そんな笑顔。あ、兄貴が一緒なら撮ってもらってもいいっすよ。ほんと仲良し兄弟ね。ありがとうございます。兄弟じゃないっすけど、兄貴は兄貴だから。はい、じゃあ撮りますね。チーズ。チーズっす。うん、いい写真撮れましたよ。ありがとうございました。なんだか写真まで撮られちゃったら恥ずかしさなんてどうでもよくなってきたっす。よし、今日はこのままとことんハロウィンを楽しむっすよ。行くっすよ、兄貴。はい、お疲れ様。いや、いい兄貴してるじゃない。あの後撮られた写真は地元ミニコミ誌の表紙になったのよね。仮装大会よりもいい思い出になったんじゃないかしら。それにしてもまつりちゃんは正義感強くてけなげよね。自分より小さい子のためにあんなに我慢しちゃって。でもヒーローに憧れてるって言っても女の子なんだから、あんたがちゃんと支えてあげないとダメよ。これからもあの子にとっていい兄貴でいてあげるのよ。それじゃあね。あ、なんか寝ちゃってたっす。任務が終わって気が抜けちゃってたっすかね。でもおかげでバッチリ目が覚めたっすよ。よーし、このままハロウィンパークをブラブラと。ホワイトタイガーショー迫力あったよな。すぐ終わっちゃったけど。うん、もっと見てたかったのにね。よし、ホワイトタイガーごっこしようぜ。私ホワイトタイガーやる。じゃあ俺あの黒い鎧やる。はぁ、あの子たち気づかれずに助けられて本当に良かったっすよ。まあ助けてくれたのはジュンさんだったっすけど。違うっすよ、ヒーローとサイドキックみたいに自分とあんた二人のお手柄っす。これからもよろしく頼むっすよ。よし、まずはハロウィンパークのパトロールっす。ホワイトタイガーとその相棒出撃っす。